さあじゃあまあ見ていきましょう。パート2です。前回に引き続きパート2見たね。誰がどこに行ったか見たね。やっていきましょう。頑張っていきましょう。社長としてね、球団社長として頑張っていきましょう。1月さーて陣容を見ておこうか。とりあえずパリーグだけ見て、見て、そうそう、ここオリックスにね、なんとねイチローがいますねまたおかしいからな。コーダ S とかになってるからね。肩 S、 コーダ S、 ソル A 強い。この時期のオリックスは外野陣はそうそうたるメンツだよ、メンツだよね。イチローに田口、谷田、イチロー田口谷田だからね。まあまあまあそれ以外は大したことないね、正直ね。この年はこの前年の順位で並んでるからね。前年は中日が優勝したんだね。この戦力で武田和弘1億8000万円、9勝10敗で僕より 3.50 で、別にね、そんな大したことない。8勝5敗、1億8000万円、山本雅、誰で勝ったんだこの年。野口やべえ、野口茂樹やばいな。なんかすごかったよね、すごかったような気がする。ただあの中日だとジャイアンツ行ってから全然鳴かず飛ばずで終わった気がするね。中継ぎも出してきて、落合英二5勝4敗、あれおってほぼ野口の力で勝ったのこの年の中日は。鈴木平、前田幸永2勝0敗、前田幸永も巨人に行ったよな。川上憲伸25歳、うっす、川上憲伸8勝9、大したことねえな。人気だけだけど全然大したことないな、全然大したことないな。え、誰が勝ったのこの年の中日。ショーツ岩瀬10勝2敗、頭おかしいな。これが一番頭おかしいな。あー、だからあんまり大したことない中、先発陣とを中継ぎ後ろで頑張って岩瀬で勝ったみたいな。あ、バンチがいるじゃん、ムルビーバンチが。あれ、いないか、この年からか。ギャラドも、お、すごいな、2人をこう一応ちゃんとした選手にしてるね。新人外国人選手のはずだろこれ、ゼロってこと。この後すごい活躍する、ギャラドもバンチも。あれ、キャッチャー中村武史か。そうか、谷繁まだ来てないもんね。鈴木ゴメス、あ、立浪さんいます。山崎武史もいるね。久慈、守備の名手久慈、後に阪神に来る。福留孝介、後にメジャーに渡り阪神に来る。渡辺とかも阪神に来るんだったっけ。阪神に来るってなんだ、阪神に行くだよ。関川は阪神から中日だよな。1億円ももらってる。もらいすぎじゃないか。でも 3割打ってるんだ。3割3分とかすごいな。立派なもんよ。リージョンボム懐かしいな。とかって言ったらもう時間が一応陣容見とくか。牧原、桑田、工藤がいるね。こう、工藤今ね、ソフトバンクの監督じゃんね。上原がいる。いや、すごいね。岡島もいる。村田、杉山、当然阿部とかいないね。今現役残ってる選手、あっ名前呼んではいけないあの人だ。二億、いや、いないね。松井、高橋、清水、松井とかもいるもんね。年俸3億6000万円、人気です。素晴らしい。この時監督誰だ。長嶋ですね長嶋、香取、原という濃いメンツ。ちなみに中日はスタッフ監督が星野誠一、わしが育てた山田久志、伝説のサブマリン山田久志、水谷実像なのか。これもいいバッターだった気がするな。さあ3位になった横浜はというと斎藤隆か。あ、すごいな、14勝3敗、そんなにピッチでも僕率 3.95。野村宏樹、小宮山悟、
ね、小宮山里ロッテから移籍した年とかその次の年ぐらいだな。川村滝は三浦大輔、番長三浦大輔がいますね。正直番長三浦大輔は人気 A ぐらいあっていいと思うけど、27歳の自分とかでも十分。ただ成績はいまいちだな。島田直也、阿波野秀樹、福森とかの森永気づかない、気づかない。谷繁だ。いやいいな、いい、やっぱいいね谷繁ね、いいね。キャッチャー充実してるな横浜が。こんなに別に充実せんでもええのにっていうぐらいな。相川欲しいな。君がいたなつわーって相川相川相川っていう定期すれが、そういう歌じゃないからっていう定期すれが。ローズ、ローズ、ロバートローズ、ロバートローズ、3億4000、打率3割6分9厘、打点153打点、恐ろしい。めちゃくちゃいいからねこれ、めちゃくちゃいいぞ。石井拓郎、駒田、新藤、万栄、金城、石井義人、全然いい選手だねこの中で。鈴木貴則、1億9000万円、首位打者2回取ったはずだな。ただなんか2回取った後は全然だった。佐伯がいる、春がいる、中根がいる、おー田村とかいるね。田村引退したっけ、もうまだいるのかな田村。ちょっとあやふや、記憶があやふや。この辺で残ってる選手、まあ、ちょっと顔見とく。笹岡でしょ、高津、石井和久、似てるよね石井和久とかな。川崎健次郎はこれは中日行ったやな、その後行方不明みたいな。でも五十嵐、五十嵐まだソフトバンクいるんじゃないか、まだ21だしな。藤井秀吾、ほいほい、いふい、古田、いやすげえ、リード S、 キャッチャー守備 S、 年俸2億円ね、素晴らしい。古田似てるよなこういうの見るとな。ペタチー、すげえ。木山、打率ヒック、この打率で年俸1億3000万円。ドバシ、イブシギン、ドバシ、宮本慎也、大したことなそうに見えるけどこの後2000本アンダーまでしたっけかな、確かしたよ、うん、あ怪しい。ロブロ、ババ、岩村、岩村もいいんだよな。白石、外野手は飯田、真中、監督の真中、似てないこの真中とか、顔似てない。29でこうだ C とかあんまりもう伸びしろないけどな。で佐藤慎一、あ稲葉もいますね、稲葉もっとこうだっていいけどな。副島、スタッフは若松、濃いメンツ、これ見てない、権藤でしょ、権藤ですね、権藤監督ですね。はい、見た見た見た。広島カープ一応見ておきましょう。ミンチ、山内、小林寛永、ウルソー、横山、高橋健、黒田に、黒田がいるからね心強いよ。玉木に、小山田に、川内に、長谷川に、菊池原に、菊池原だっけかな、菊池原だったら気がするな。広池、戸辺地、キャッチャーは瀬戸を中心として、瀬戸、木村、田村ということでね。セットだけの守備じゃもう心もとないけど、もうしょうがない。キャッチャーそんなに大したキャッチャーいない、この石原とかいない。ディアス、ロペス、この外人2人に頼みたい、頼りたい。で東出、島、新井、野々垣、福地、チコアザ、頭おかしいなこれ。まあ CC あるからね、そこそこ2割5分ぐらい打てるじゃないかな。で尾形、取ったはいいけどやっぱ年感じるな。1億6000万円、守備はいいか、年を感じる。金本も CB か、金本の方がこうね長打とかこう分かるんだよね。金本の方が長打が良くて、大田は尾形の方が上って感じね。肩は金本この時いいね。で浅井と、あ木村拓哉も取ってる、よかったよかった。さあ最下位阪神ですね。もうこの時はもう暗黒期の阪神ですね。星野伸之とかいるからね。星野伸之は別に暗黒とは言わないけども、獲得したから、ね、ヤブがね、やっぱ暗黒エースだね。見てください、この勝敗を。
6勝16敗。ひどすぎるでしょ。まあ、防御率 3.95 だから、そこまで最悪ってわけでもないけどね。あんま変わんないもんね。よく、6勝16とかになるよねっていうね。ハンセル、グレッグ・ハンセルだね。川尻は日米野球とかでね、すごくいい活躍したの記憶があるよね、皆さん。伊藤敦則、葛西。この、それ野球つくを買ってやってた頃は多分自分は阪神ファンだったんでね、阪神のことだから中込みとかいるもん、中込みとかで、福原に吉野に、吉野誠も一時期すごく活躍したよね。で、藤川球児まだいるじゃんね、現役じゃん。藤川阪神で現役唯一じゃないか、藤川唯一、矢野に勝則、野村勝則ですよ、大砲和田、スパイス和田、おはよう、ナナ。広沢、ハート、キ、今岡、吉田、武、顔見とく。顔と成績、性能見とく。性能。平尾。まあ、しょぼいわな。打線がしょぼいわ。でも、前田がここの、前田が阪神にいるか。新庄がいる。新庄が阪神にいる。前田が阪神にいるから強いぞ。まあ、つぼいぐらいだな。次はもう、絶対、スタメンで使う方じゃない。阪神で打線組むなら前田、新庄、坪井で、うん、組めるね、外野が。内野は大砲、和田、うん、今岡をセカンド、ショート、セカンド、ショートは、ショート、田中修太でしょうな、ショート、正ショートがいないわ。いや、ショート、今岡にして、セカンドは和田でいいか。うん、キャッチャー、柳がいるから安定してるし、まあ、もしかしたら、上がってくるかもしれないな。前田がいることに層が厚くなって、まあ、この辺はパリーグはいいでしょ。パリーグのファンではあるけどね、今回は阪神でやることで、広島カープでやるんでね、広島カープでやるんで、広島カープでやるんで、パリーグはいいでしょ。川端淳、西田真嗣、立川1億円もらってんのか、これほんまに合ってんのか。立川は敬遠せずに迎え打つ、バントは重要な時に継投を行うと。いいね。さあ、この最初の各陣容を見るだけで1分12分も費やしてしまったひどいな、割とひどいな。ゲームの実況としてある意味最初にこう面白いシーンっていうのを見せていくの大事だと思うんだな。さあ、2月になりました。2月といえばキャンプインですね。台湾あたりとか、正直体力うんぬんをつけてる余裕はね、1年目で優勝しようと思った。そう、言い忘れてなかったな。まあいいや、もう今更言う必要ないかもしれんけど、まあ1年目でね、広島カープ優勝を目指します。5位からの1位を目指しますね。まあ、その選手を育成するっていうゲームだけどね、そこを度外視して、大丈夫、キャンプ大丈夫、度外視して、もう勝つための全ての作戦を立てていくから、エディットしていこう。太極拳入門で9位と体力がつくらしいんで、9位体力つけていこう。まあ大体9位があれば何とでもなる。本当はコントロールの方が大事かもしれない。で、最初は体力あるから、この組み方ね、わかるかな。最初体力満タンのところから3連続で練習して、体力吸い減らして休む、体力回復してから2回やる、休む1回ということでね、これで一応バランスよくいけるというのが、これは長年野球つくをやった結果によって導き出された最適解ね。黒だ。まあ、これでいいでしょ。全員9位と体力まず必要、これで1シーズン投げ抜くっていいわね。で、ほいでもって、キャッチャーに欲しいのはキャッチャーリードと守備だから、まあ、打撃とバントはいらない。キャッチャーの守備だけいる。まあ、肩も欲しいからな。肩。申し訳程度に肩、守備練習、肩と。まあ、こんな感じでいいでしょう。キャッチャー全員これ。まあ、細かい選手のあれこれは、まあ、大丈夫。バント技術とか言ってるな。この、せっかく台湾まで練習しに来たのに、バント技術はいらんのだよな。正直。まあ、ロペスに関してはこんな感じでしょうかな。
年齢35歳だからね、36歳か。キャッチングとコーダーを上げる感じ。豊島重信、まあせいぜい代打でしか使わんと思うから、もっとこの、もっとこのコーダーに、コーダーを中心として島重信。ディアスはちょっと補給が欲しいな。いかんせん補給力が欲しい。全部 C じゃね。視聴者見てくれる人分かってっかな。さっと見てやっちゃってっけ。自動化されてて、野々垣なんで取った？1割4分3人、まあ、守備固めだな。それ以上には役目を担わせられないな。バントは？バントも D か。こんなもんだな。福地はもうダイソーとして、もろダイソーとして、結局福地は盗塁を取ったかな。スワローズ行ってから盗塁取ってきたんですよ。攻防打低いな、まあ、まず補給力が なさすぎるのが問題な気がする。あ、いや、まず体力だ。猫がインしてきた。補給だな。補給力が足りない。ここが D がね、気になるね。でもかといってこの選手ではな、この選手では使っていきようがないよな。代打？あ、まあ一発にかけるか。この1年だけで少しでも成果を見せようと思ったら、チャンスにも強くないけど、まあ筋力かな。チコ技、正直サードはこのチコ技に任せないとダメだ。チコ技に任せないと。何がいる？まあ守備かな、まずは。いや、長打、いや守備だね。やば、まずは補給できないと話すんだな。補給は打撃反応を主とした守備アップを行います。 OK。 東で選球眼がなさすぎるな。東でにショート任したいのに、これで大丈夫か。 CCC だぞ。選球眼がなさすぎるし、足はまあ速いけど、選球眼攻めて C にしておきたいな。シーズン始まる前に。それはなんとかなるでしょう。東出にかなり上位を打ってほしいのに。で、外野は多分尾形と亀本と木村拓哉で回すことになる。うわ、なんで机の上に上がってきたあなた。あ、すいません。机の上に上がってきてね、マイクスタンドを倒してしまうというハプニングに見舞われてしまった。長打か。いや、こうだな。バントがうまい方ではないから、まあ高打力は年いっても落ちないからね、このゲームにおいてはね。金本は QB が気になる。基本的にこの野球作ってゲームは短所を補うよりも長所を伸ばした方がいいゲームだから、まあプロ野球ってのもそうだな。難しいな。これでいいでしょう。浅井は代打の神様的なポジションで活躍してほしい。これもコーラだな。出塁してくれればいいけどって感じで。よし、 OK。 で、木村拓哉は守備だね。 BB あるから、あ、選球感が低いな。なんとか選球感をつけてもらおう。太極拳入門、打撃とバントです。あ、バントがあるな。太極拳入門は木村拓哉だけに保存しとこう。
よし、OK。さあ、このキャンプまででね、パート2はキャンプまでとしましょう。野球的詰め所。一応見よう。尾形、コーダが抜群に伸びてる。守備が A、A、A だったっけ ?A、A、C になってるね。ここはまあ、選球眼 B だったっけ ?B だったな。ちゃんと見とらんと覚えてねえな。ちょっと選球眼 C まで上げときたかったけど、まあしょうがないな。あ、上がりきるもんだね。うわぁ、どうしか。C もいいね。うん、ディアスなんとか、守備がもうちょっと上がってくれたらいいんだけど。うん、口も悪くない。まあ、まあ、洗いは一発で。あれ ?B、B になったぞ。うん、うん、うん。いい、いいよ、いい。これ十分使っていける、サードで。選球がなんとか C まで上げたい。うん、これ OK。キャッチャーは、まあ、瀬戸ちょっともう厳しいか、どっちか。とはいえ、これ両方 B、同じ BBB で揃ってるように見えても、ここのね、こっちの守備の方ではまあそれぐらい守備力も同じ B でも差があるというね。うちも伸びんな。山内大本しか早熟タイプとかその成長タイプがいろいろ分かれててね。この対極拳で9位しか伸びないのか。ちょっとちょっと大丈夫かな。まあいいか、こんなとこです。はい、キャンプ終了です。ここでパート2を切っていくことにしましょう。じゃあ次回パート3ってね、まあ、オープン戦の1試合でも見せれればいいかなと思います。なので、それを楽しみにということにしてください。では3月からね、パート3始めていきます。ほらまた。